6月打率4割7分1厘、2本塁打、清宮幸太郎再昇格。日本ハム、清宮幸太郎が11日の中日戦から1軍昇格へ。2軍調整を続けていた日本ハム、清宮幸太郎が、11日の中日戦から1ヶ月ぶりに再昇格することが分かった。6月に入ってからは出場5試合で打率4割7分1厘、17打数8安打。4打点、2本塁打と状態を上げていた。前回不甲斐ない形でファーム行きとなっているだけに今度こそ期待に応えたいところ。ここ何試合かファームでの打席の映像を見たけど、4月に昇格した時より打球も上がってきているし内容も上向きなので、そろそろかなとは思っていた感じ。キャンプ前の故障離脱で悔しい思いを晴らすべく、打ちまくってほしい。レギュラーのポジションを空けて待っている状態ではないので、限られたチャンスに結果で大きくアピールしてほしい。ボールもだいぶ見えているようだし、スイングも鋭くなってきている。打席の内容も悪くはない。前回の昇格は早すぎると思ったけど、今回は、前回よりは全然状態は良いと思う。昨シーズンの8月上旬までの成績を出せれば今の打線に入れば起爆剤になりうる。まあ普通に結果残してるしなもっと圧倒的な結果を残してほしいが、チャンスだと思って清宮にはまた発奮してもろて、めちゃくちゃ守備が上手いとか、打率低くても一発があるとか、何か特化スキルがあればいいんだけど、守備はお世辞にも上手くないし、打席では追い込まれると縮こまって凡退になるし、あまり期待はできないな。清宮の一軍昇格に慎重なコメントも多いけれど、今の調子であれば、一軍に上げることは悪くないと思う。新庄監督は、一軍に上げた選手をすぐに使うことが多いし、それでダメなら、また二軍で調整でも良いのではないかな。怪我してキャンプしてないのに一軍が貧打だったのもあって早めに上げたのがまずかった。今回はホームランも出だしたししっかりためもできてきたので前みたいなことはないのかと綺麗なホームランみたいですね。新庄政権3年目で過去2年よりも厳しいレギュラー争いになってて、チャンスをつかんだ選手たちが固定されてきてるだけに、清宮も今回の昇格のチャンスをなんとか活かしてほしいね。別にいいけどどこで使うん？代打？軍事休ませながら使いたいんじゃないのかな。軍事も疲れからか最近当たりが止まってきているので、清宮の昇格は良いと思う。タミヤはうまく伏見とターンオーバーしながら使われてるので良いと思うけど、水野と軍事あたりは心身ともにだいぶ結構疲労が溜まってきていると思うので休ませながら使いたいよね。水谷かアリエル DH でどっちかに清宮入れるんだろ。アリエルもお疲れ気味だしな。アリエル DH で清宮ファーストとかもありそう。まあとにかく今度は下に落とされないように打ちまくってくれよな。水谷選手のように結果で認めさせるしかない。頑張れ。清宮が結果出してスタメンに定着して後、6番あたりに座り、タミヤを下位打線で楽に打たせられれば打線の厚みも増すでしょう。チームとして疲れが溜まってる感じがすごくする。ちょっと戦力的には厳しいけど、水野、タミヤは2試合くらい完全オフを与えてほしい。レイエスも見たいのだが、ダメなん。レイエスかと思ってたけど清宮なんだ。確かに調子は良いみたいだけど少し心配ではあるか。今季2度目の昇格だから本人は必死になるだろうし、ここは清宮をずっと応援しているし頑張ってほしい。清宮だけ？レイエスも上げていいんじゃない。一発の脅威で交流戦横浜、ヤクルト戦で痛い目に遭ってるから逆にいいかもね。使ってすぐ打てるものではないにしろ相手投手にプレッシャーは与えられるしね。ファンの期待に応えてください。清宮が噛み合えば強力な打線になるんだけど、素質のある選手が頭角を表してきて清宮の影が薄くなってきてるので、ここが最後のチャンスだと思って奮起してほしいですね。清宮、アンチコメントやトレードの噂などを吹き飛ばす活躍を期待します。新庄監督は明日、ドラゴンズ初戦からメンバーに入れると思いますので、ヘラヘラすることなく、一打席を一打席を大事に、死に物狂いで取り組んでほしいと思います。今までと違って清宮の活躍がなくてもある程度問題ないくらいに層は厚くなった。だからこそここで何か見せないとどんどん出場機会が奪われる。このチャンスに全て落として頑張ってほしい。一頃の勢いはなくなっているので刺激剤としていいのではないでしょうか。基本的には清宮と野村で DH 争いをすればいいと思います。どちらが生き残るのか、必死にサバイバルしてほしい。どこを守り、どれくらい打てるか。早速正念場だね。清宮、君に期待しているのは最低限じゃないから。今度落ちたら次はない、それくらいの気持ちで臨んでください。交流戦入って広島の6対0の試合以外は良い試合してるし、負けてるけどチャンスはたくさん作ってるので得点圏で打てたら良いアピールになりそうですね。さあ、今季開幕から出遅れ、初昇格時にも思うような結果が残せなかった清宮選手ですが、今度こそファンの期待に応える大活躍を見せてくれるのでしょうか？ぜひぜひ、皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。